早く起きすぎちゃったので旅館を散歩中です。なんか面白いとこないかな。え、誰か倒れてる。え、サタン、どうしたの。サタン、意識がない。誰かにやられたとしか考えられない。私が犯人を探してみせる。待ってて、サタン。まず疑いたくはないけど、同じ部屋だったジェルを訪ねよう。なんだって、サタンが廊下で倒れていた。そうなの。もしかしてジェル何か関係してない。おいおい、俺がそんなことするわけねえじゃねえか。あいつは俺の親友だぜ、そんなのするわけねえだろ。おい、めっちゃ怪しいんだけど。勘弁してくれ。あいつは俺にとってピザに乗ってるチーズくらい大事なもんなんだ。ちょっとよくわかんないけど、そんでなんでそんな映画の吹き替え風なの。まあ次行くか。え、サタンが血を出して倒れてた。誰が犯人なの。許せない。え、お前じゃねえ。そんなわけないじゃん。何を見てそう思うの。いや、見た目だよ。それ明らかに返り血に見えるよ。これはシャンプーとケチャップを間違えたの。どんな間違いだよ。やばい、怪しいな。まあ次行くか。え、サタン氏が倒れてたって嘘でしょ。うん、多分凶器とか使われてたかもしんない。そういうのになんか心当たりない。まあ俺はいろいろ持ってきてるけど。うん、お前じゃねえ。いや違う、これはあの護身用だよ。そんないらねえだろ、護身用に。やばい、今んとこ全員怪しいぞ。まあ次行くか。え、サタンが倒れてたって。うん、そうなの。心当たりない。イリちゃん何。え、もしかしてユリちゃんが。ちょ、トイレ行ってきていい。トイレ行きたいだけかい。結局誰が犯人なんだろう。あ、サタン、目覚めた。大丈夫。いて。大丈夫。一体誰に何をされたの。いや、朝散歩してたら、ふんふんふん、トイが散歩しながら振り回してる吹き出しにぶつかったんだけど。あ、犯人私かい。ほんとごめん、サタン。ああ、いいよいいよ。動画見てくれてセンキュー。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくな。動画以外も生放送や歌やらいろんな活動をしてるんで、気になる方はツイッターをチェック。それじゃあまた会いましょう。おつじぇるー。バイバイ。